はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はどこに来てるとか言わなくても9割方わかると思います。お察しの通りでございますね。文福飯店さんにお邪魔しております。大食いの人間はもう御用達というか、もう本当にお世話になってるお店さん。あ、また来ためっちゃ来る。ありがとうございます。ご飯はどんな料理します？とりあえず行く地なしで、今ね、このね、今お話ししてる最中ですら、もうこう、どんどんとね、料理が来ておりますが、僕らはね、大食いでもすごくお世話になっております。で、本日もですね、こちらのオーナーのとしちゃんさんにお任せで、注文させていただいております。いろんなね、なんか新メニューとかもあるみたいなので、どんだけね、量が来るかちょっとわかりません。うちのね、かみさんにもですね、今日文福飯店さんで撮影しますよ、と。お話をしたところ、じゃあここ 2,3 日は夜ご飯作らなくていいねと、お持ち帰りで前提になっております。いや、まあとりあえずね、料理ね、熱々のうちに食べた方がいいと思いますんで、早速こちらを食べ進めていこうと思います。いただきます。ひとまずね、ちょっと僕の大好きな卵食べたいので、一品目こちらですね。これちょっとまあ正規メニューかわからないんですけど、奥様が作っていただいたという卵焼きでございますね。かわいそうだから育児なしの大盛りにしといたね。ありがとうございます。育児なしの大盛りありがとうございます。あとどんどん、ありがとうございます。ちょっとすでにキャパオーバーな気がする量が来ておりますが、ちょっと食べ進めていきますか。これね、卵ね、いただきます。あー、美味しいな。うん、鰹節と紅生姜かかってて、お好み焼き風な感じで、うまいね。うん、さらっと受けちゃうわ。うん、今見たら8割お肉だ。新メニューらしいんですけど、パイカっていう、まあ、お肉を使ったね、これ、メニューでございます。ちょっとね、動画内では言えないメニュー名なので、気になる方はパイカのやつありますかと聞いてください。ちなみにこのバイカね、軟骨があるんで煮込む時間が長くて、販売する際はね、要予約制になるみたいなので、気になった方はね、電話してみて予約してみてください。うわ、うーまっ、うん、うわ、バイカうめえ。うん、うん、軟骨もね、程よく柔らかくて甘辛なんだけど、濃いめの味付け、おかずにぴったりだわ。うん、なんとか、これが新メニューですね。名前をよろしくお願いします。これがね、続いてちょっとね、マックスさんがなんか命名した新メニューらしいんだけど、スタミナとんかつというメニューみたいでして、なんでスタミナなのかっていうところを食べて確認してみますか。こんな感じでね、めちゃくちゃ分厚いとんかつなんだけど、中に、ね、なんか入ってるね。いただきます。うんまっ、はい、ニンニクが、ニンニクがね、がっつり入ってる中に、うまっ、特製ソースが、もう、うまい。うわー、うまっ。あ、揚げ風米もある。初めてですね。やっぱりね、このご飯屋さんはとんでもなくすげえわ。ちなみになんだけど、さっきね、トシちゃんさんと話してて、僕もね、ハッとしたんだけど、皆さん、こちらのお店、定食屋さんとか町中華とかそうじゃないです。トシちゃん曰く、こちらはですね、ラーメン屋さんでございますから、皆さんね、ぜひね、ラーメンも食べてみてください。うん、いつもね、ラーメン食べたいんだけど、たどり着かないのよおかずともうご飯でお腹パンパン。うん、うまっ。うん、
じゃあもう本当にもう絶対食えない。もう全然いやマジで画面引き気味で正解だったわ。そしたらちょっとさっきいただいてた新メニュー、この、ね、辛味噌で炒めたお肉ですね。これいただいてみましょう。見た目はこんな感じでございます。これも絶対ご飯に合うね。うん、うわうまっ。めっちゃくちゃ複雑な味がする。味噌っぽいねコクとかもしっかりあるんだけど、フルーツの甘みがあるんだよね。なんだこれは。うまいぞ。分からん、とにかく分からんけどめっちゃうまい。で辛味噌って話してたけど全然辛みはない。むしろめちゃくちゃマイルドで甘みがあるぐらい。うん、いや分かってた分かってたんだけど、今日もねこれ見えるかな、卵ですね。今日もね入ってると思ってた、うん、入ってないことがないもんこの時点で普通の方だったらもうめちゃくちゃお腹いっぱいだと思う。いやそんだけ食べたけどまだ7割以上は残ってるね。うん、うまっ。焼きそばマジでマジで食えないっすでもこれ新メニューフルーツが入ってるんですか、ソースに。甘みは何なんですかこれは。その甘みはサトウキビです。あ、そっか、だからフルーツっぽいんだけどフルーツじゃない、なんか不思議な甘みで。いやこれ美味しい。これと辛口の日本酒とかいったら最高にうまいと思う。うわ飲みたい。うん、うまっ。あとまだね後ろの厨房からずっと炒めてる音がする。多分この時点でもう2晩分のつまみを持って帰ることを確定してるんだよね。ご飯にウインナーも入ってました。あ、9番目で具沢山ご飯だ。うん、こちらまだ出会ったことない新メニューいっちゃいますかね。こちらがねドドンパっていう、もうすっげーネーミングセンス。でちなみにこのメニューも時期物のなんか食材を使った限定のメニューみたいで、ぜひねそれ何が入ってるか当ててくださいってことだったので推理しながら食べてみたいと思います。いやもう分かんないな。これ分かんない。あ、また来ちゃった。麻婆ラーメン。ラーメン屋さんでラーメン一杯だけでも食べてやつ。そうですね。ずっと増える。ちょっとドドンパ食べてみます。いただきます。やくでしょ。え、何が入ってるんだ。柔らかくてすごいうまいですけど、なんだ。何が入ってるんだ。夏の時期物ってことですよね。とあるものを作って出たもの。え、なんだこれ。え、絶対わかんないですけど、これ。え、絶対わかんない。なんだ？なんかめっちゃうまいんだけど、全然わかんないわ。なんだこれ？何が入ってるんだ？いや、もうとにかくお肉がやらけえな。うん。うまっ。わかんないな。ちょっともう食材ギブアップです。わかんないです。え、何が入ってるんですかこれ。梅干しを作るときに出る梅酢です。絶対わかんないですねこれ。絶対わかんないですね。いやちょっとマジでこれほんと全部うまい。うまいんだけど絶対食べきれないな。まあ、ちょっとカツはね一切れしかないんで食べるとして、そしたらこいつ行ってみますか。よいしょ。ナスと肉の味噌炒めとかそんな感じなんだと思います。ね、ふわっと持ってきてくれるからちょっとメニュー名は分かんないんだけど。いただきますね。いや、うまそう。
まあ、肉味噌炒めは多分何回も食べてるからね、やっぱこれ安定にうまいね。めっちゃ米進む。うん、うまっ。ああ、今日もまずはうまい。うまいな。うん、ひとまずご飯はね、完食させていただきましたので、よいしょね、時間経っちゃって伸びちゃうと申し訳ないので、この麻婆麺かな、いただいちゃいますか。持ってくと汁こぼれそうなんで、ズームで行かせていただきます。よいしょ、ちょっとこれは一気に混ぜますか。めっちゃ入ってるけど。いただきます。熱そう。トシナチのこの麻婆餡って、エビチリっぽいような甘辛くてちょっと酸味のある味わいなんだけど、麺と合うよね。てか多くないこれ。煮玉は絶対入ってるなこれ。ちょっとラーメンを食べながら、僕の大好きなね、シューマイ行ってみますか。今回ね、僕初めてなんですけど、これ揚げシューマイも用意していただいてまして、揚げは食べたいよね。うまっ。ちょっと普通のも、うまっ。本当にね、文福さんのこのシューマイは柔らかいし、またね、この皮のねっとりとした食感、これがね、本当にうまいんですよ。皆さん、文福さんでシューマイ食べて、ラスカルの激推しメニューだから。だからもうマジで腹いっぱいよ。もうね、ちょっとお腹いっぱいだから、おかずはちょっと置いときまして、ラーメンを優先で食べようか。でっかい。 1.5キロ。はい、重たい。重たい。うん、それは飽きずに詰めてもらっても全然大丈夫。はい。リアクションができないからお腹いっぱい。大丈夫です。全部ラップしますから大丈夫ですから、ね、お願いしていいですか。大丈夫。今あるものちょっとこれだけは食べきるんで。はい、はい、はい、すいませんね。いやー、すごい。今日もありがとうございます。今日もありがとうございます。ありがとうございます。まあでもやっぱりね、いつもね、文福さんではデカ盛りというか、僕の場合はこうやってね、一品一品いただいたりしてるので、無理をせずに大食いというよりかはいつもね、美味しくいただける範疇でやめさせていただいてるので、こうやって提供していただけるのは本当にありがたいことですね。うん、うん、でごめん、麻婆なんでね、あんとかもう全部いきたいところなんだけど、しっかりとね、これ麺が食べられるように濃いめに味付けされてるんですよ。これでそのままつけ麺もいけるんじゃねえかってぐらいの濃さなので、ちょっと会員は避けます。痛風が叫び出すので。ちょっとこれで麺完食でございます。うん、ということで残りは全てお持ち帰りをさせていただきまして、本日はこの辺りでごちそうさまでした。ということでですね、本日も僕らの大好きな文福飯店さんでいろんなね、メニューいただいてまいりました。本当にね、一品一品手の込んだ料理で、こんだけね、料理数があるのに全く手を抜いてない絶品料理ばかりでございます。ただ、皆様もですね、僕らの動画を見て
文福さん来た時にですね、動画見てきたんですよなんてお話をされますとですね、トシちゃんはねもうめちゃくちゃ喜んでくれると思います。でその喜びに応じて、まあいろいろと多分皆さんのね胃のキャパシティをオーバーする出来事が発生する場合もございますので、あまりですね注文する際も量は無理せずに注文してみてください。無理しない場合でもですね確実にお持ち帰りの量になると思います。今後もですねまだまだ食べてない新メニューもあると思いますし、今までね食べたメニューでも何度もね食べたくなるようなそんな料理ばかりでございますので、僕のね動画の方でも何度でも食べに行きたいと思います。ぜひね皆さんも気になってくださった方はこちらの文福飯店さんで美味しいご飯食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思ったらチャンネル登録コメント高評価やっぱ開いた、やっぱ開いた、びっくりした、びっくりした、今開いたと思いました。帰ってきてね。帰ってきます。ありがとうございます。じゃまた文福飯店さんに帰ってきたいと思います。次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。いや、ごちそうさまでした。ありがとうございます。いや、新メニューの名前むずいなー、これ。